メルセデス AMG の G63 新型です。かなりフルモデルチェンジに近いんですけど、フルモデルチェンジじゃないみたいですけど、ラダーフレームとモノコックボディをうまく組み合わせて、トータルで170キロぐらい、ボンネットがアルミになったりドアアルミになったりして軽量化してます。走った感じはもうステアリングのフィールからサスペンション乗り心地全てがもう S クラスより快適だなっていうぐらい、剛性もしっかりしてるし、相当バネした重いはずなんですけど全く不足を感じない。エンジンマウントとかね、その辺もすごくいいし、どうぞ。素晴らしい仕上がりです。 AMG モデルはドライビューセレクトってのがついてて、まあ、こうやって S プラスとかすると音も変わりますね。モニターは 12.3 インチの液晶が2つ、これは S クラスとほとんど一緒ですね。で、全部オール液晶なので、いろんな状況がこう絵で見れます。コンフォートモードにしとくともう本当に快適ですね。ステアリングのギア比が今回電動パワーステアリングになって、おそらく非常にクイックになったり、可変式だと思うんですけども、直進性も座りもいいし、カーブでもほとんどあんまり切らなくても曲がっていける乗用車と同じようなギア比になる。